で、しつこいでしょ。で、自分のことしつこいでしょってなんだけど、しつこいんです。で、なんでかって言ったら、なんかね、コーチングっていろんなことを学ばなくちゃいけないわけじゃないから別に。で、基本的なことをどれだけこれだけを使って、そのね、すべての問題に応用できるかって考えたら、これだけのことで全部できちゃうわけですから。で、ただね、私がその6年間こう、いろんな人と一緒にコーチングを学んできてですね、で、強調しておきたいところがあります。それは何かって言ったら、私たちはこのことは理解するんですよ。すぐこのことは理解する。だから、あ、なんか過去のプラスマイナスとか話聞いてそこを参考にしながらで未来作っていったらいいんだなっていうのは理解するんだけど、そのこととエピソードエッセンスをちゃんと組み合わせてで実践してね、本当にやってるレベルまで持っていくっていうのがやっぱりやりきれる人とやりきれないで放棄しちゃう人とかいるんですよ。で、どういうことになってるかっていうと、こういうことになってるんですよ。ちょっと今ね、このマップがありますね。で、これ床にも貼ってありますね。で、床に貼ってあるのとこう平行にしますよ。で、ここにマップが書かれてると思ってくださいね。で、このマップは2次元なんじゃなくて3次元なんだっていうことですよ。で、これとこれを組み合わせてください。はい、ここにエピソードがあるでしょ。ここにエピソードがあって、で、こっち側にエッセンスがあるんだっていうことですよ。いいですか。で、だから何を言いたいかって言ったら、これらをそれぞれちゃんと掘り下げていかないと、エピソードレベルで、しかも相手の感情が湧き上がってくるところまで具体的な話を感情を伴って扱うっていうことをしなかったら何が起きるかっていうと、結局相手がもうすでに気がついてることに関して質問して、それだけで組み立てようとすることしか起こんないってことです。だからね、それどんなこと、過去どんなことがあったんですか、みんなと楽しくやった、それ何が良かったんでしょうねってやってたら、結局この領域を出ないんですよ。で、具体的なエピソードで、例えば1個でいいから教えてとね、家族で出かけた、あ、じゃあどこ出かけたのって、それいつぐらいだったって、誰がいた、その中でも一番楽しかったシーンを教えて、でイメージしてもらって、あ、そうだ、この瞬間、あ、なんか弟がこんなことしてて、お母さんはこう、で、あ、そうか、自分この瞬間一番嬉しかった、さあ感情が出てきました、で、なんでこの感情が出てきたかってやるから、あ、そうか、ただ一緒にいるだけじゃなくて家族とこんなことができる時間が大切なんだとか、こんな自分でいられる時間が大切なんだとかっていうエッセンスがそこから出てくるわけですよ。で、ここをね、しっかりと具体的な場面で感情が出てくるまでね、もうそれが今日はですよ、具体的なね、具体的な場面でね、感情が出てくるまでね、で扱うっていうことをするから、そこで何かヒントに気がつけるわけです。だから、なんかこれを平面だと思わずに、とにかくなんか掘り下げていくっていうことね。で、具体的なエピソードを感情が出てくるまで掘り下げて、で、その感情入り口にとかね、そこから何かのエッセンスを出していくっていうことをやるんですよと。で、それをやってるから、このただ知ってることに関して質問して回答してもらって整理していくっていうことを超えて、この下側にある具体的なエピソードの中からエッセンスを気づきの領域に上げていくっていうことができる。だからこそ、まあ、なんか質問されて答えて、まあ、こうなのかもしれないけど、なんかこうじゃないかもしれないなんではなくって、本当にこれはやだ、本当にこれはやりたい、本当にこれならうまくいきそう、あ、本当にこれやってたらハマっちゃうからもうやめようっていうことが起こってくるということです。やっぱり思考の整理だけだと、よっぽどね、モチベーションが高かったり行動力がある人じゃないとなかなか動けないし、で、動いてみてもただ知ってることの中の整理だけだったから、なんか新しいことが起こんなかったりとか、本当にやりたいこと、本当のいいやり方にはつながらない可能性がある。で、しっかりと掘り下げていくことでいいヒントも見つかるし、モチベーションもしっかり上がるしっていうことが起きるわけだから、ただ単純にこれらのことについて何か質問していくっていうんじゃなくて、具体的な場面を作って学んでいきましょうねっていうことをやりたいっていうことの、神様が、今日怪しい話が多いですね神様がいてですよ、もしくは我々が神様だったらコーチングするのはすげえ簡単なんですよ。なんだお前やりたいことはないのかと、よしよしと、じゃあ、子供時代に戻してやろうって言って、よしってポイってこうつまんでですね、そいつをつまんで、小学校時代のすごく楽しかった例えば野球の試合にこうポンと下ろしてやると、さあ子供の頃の自分の体はどうだと、好きにやっていいぞってね。で、じゃあ例えばここでホームランね、打った時のことを思い出そうと、もう一回ここでホームラン打たせるわけですよね。ホームラン打った、で、走る、戻ってくる、さあどこが一番楽しいんだろうか、いや戻ってきた時ですと、 OK、 じゃあスロー再生にしてやろうなと、戻ってきて周りを見てみろって、みんながどんな風に迎えてきてるか、自分はどんな気持ちか、どんな状況か、さあこれの何が楽しいんだって言ったら、仲間と一緒に喜べてるとか、自分がチームの勝利に貢献できてるとか、自分の努力が実ってるとか、うわー、そうだ俺頑張ってきたし、それがちゃんと仲間に結び
ついてるとかみんなで喜び合ってる、俺こういうのがいいんだ、はい、じゃあお前会社でどうしたいんだって、こういうことですよね。でポイって会社に連れてって、例えばでいいぞと、会社の中でお前の努力が実ってる、周りが喜んでる、貢献できてる、例えばどんなシーンなんだ、あそうですね、じゃあ営業の成績がみんなで出て、でみんなでお互いよくやったねって喜べてる、よしじゃあやってやろう、そういうシーン作ってやろうとね、何々何させる、何させる、行くぞおいって言ったら、みんながわーってこうやって喜んで、ありがとうございます、何とかもちょうどわーってやってる、でそれでうわー楽しい、さあこれの何が楽しいんだ、もう一回時を止めてやるからゆっくりここで味わえよと、あの時はなんか自分の努力でだったけど、そうじゃなくて、あの時の自分みたいにみんなが役に立ててるって思えてるチームを率いてる自分っていうのが今はいいんだと言ってみてどうじゃと、いや最高ですとやりたいですと、ね、あのこういうことができたらこういうのが楽ちんで、もしくはですよ、それでなんかパッとしなかったら、じゃあいいよと、あの会社にいるバージョンこれなと、じゃあ会社辞めてなんか独立するバージョン作ってやろうと、何の制約もなかったら、例えばどんな、よしじゃあやってやろう、はいとこうやるわけね、こんなお客さんがいてこうでこうでこうで楽しいかとね、あ楽しいですねって、よしじゃあ今日は特別にあのお客さんの気持ちも味合わせてやろうのとか言って、こじゃあお客さんの側にこうやって入れちゃう、でこうやってもらって、で、あ嬉しいです、ありがとうございます、ふってこう抜いて、さあこのシーンはどうだってこうやるわけだし、さっきの会社と比べてどっちがどうなんだろう、 A 案と B 案とで本当にやりたいことは何なんだろう、あ今の会社でって出るかもしれないし、もしくはあどっちでもなくて、実はこういうところに転職してこんなことやれたらいいかもしれない、じゃあそれもやってみようって、本当にリアルにそれができたらですよ、別に神様じゃなくてもいいんですよ、タイムマシン使って過去のどこにでも戻れる、未来のどんなシーンでも入っていけるでもいいし、でそれこそ平本さんがね、あのやってあの Day1 とかでやってくれますけど、あれなんですよ、皆さんのねこう劇団を用意してですよ、でそこの中で過去現在未来のどんなシーンでも体験させるっていうのでももしかしたらいいのかもしれない、本当にリアルに体験ができる場があったらですよ、で本当にリアルにそのね過去現在未来を何らかの形で体験できたら、その中から自分の人生のヒントが出てくるわけ、すごく頑張れたシーンにもう一回戻してあげるわけで、神様ねほらってお前忘れてたじゃろ、これあお前がやったことなんじゃろとかってこう言って、なんで神様その喋り方がちょっと分かりませんけども、そのねなんかこう言って、で本人がそうだ俺できるんだって、どうしてこの時はできたんじゃろうねとかってこう言って、そのちょっと前じゃ1日前に戻してやろうとか言ってこうやったら、あそうだ1日前こんなことあったとかね、でじゃあ友達から見たらどうだったんじゃとかこうやってこう友達から見せてあげるとかってやると、あこの時の俺こんなことやってたんだとか、俺やっぱりこういうふうにできるんだとか、で周りがどんなふうに喜んでたんだとかって分かると、モチベーションも上がるし、自分ができる気にもなるし、あそうかこの時みたいにもっと人に頼んだらいいんだとか、まず動いてみるのがいいんだとか、何かヒントもこう出てくるわけだよね。でうまくできない分かったと、誰かうまくできそうなので思いつくやつはいないかと、あ何々さんならできそうと、よしじゃあそいつに入れてやろうとか入れるわけですよね。でこういうことをしたら絶対に出てきちゃうわけなんですよ。でそれをどうやって神様でもないタイムマシンもない我々がやるかっていうのが、具体的な過去の場面をありありと再体験させるっていうことだったり、未来の具体的な場面をいくつか作ってそれを疑似体験させるっていう技術なんですよ。でそれができれば全部コーチングができちゃうんだっていうことが分かって、あとはそれの練習をするということなんですよ。はい、熱弁振るってますね。はい、隣の人と感想です。はいどうぞ